はい、皆さんお疲れ様です。康介です。今回なんですけれども、こちら、シャドーバースエボルブとコラボしたホロライブのグッズと、あとはですね、今回、ホロライブの白衣小百合さんと坂又クロエさんのコラボカードが入っている可能性がある、こちらのシャドーバースエボルブ診断、絶対なる覇者、こちらを5パックね、開けていきたいと思います。今回のコラボなんですけど、まずですね、こちらのブシロードの、シャドーバースエボルブっていう、カードゲームがありまして、こちらとホロライブ6期生、ホロックスですね、ホロックスの坂又クロエさんと白衣小百合さんがコラボしているということで、こんな感じの、カードサプライがね、結構発売されたんですよ。で、ちょっと画像も載せておきたいなと思うんですけど、こういうデッキケースとスリーブとカードストレージと、あと6月30日にプレイマットが発売するという感じになってます。で、それ以外だと、こちらの絶対なる覇者のパックの中に、坂又クロエさんと、白衣小百合さんの、イラストが描かれているね、コラボカードが入っている可能性があるということになってます。でね、ちょっとね、サプライから見ていきたいと思うんですけど、あれと。いや、クロエ多くないって。いや、そうなんですよ。というのも、ちょっとね、こちらのカードケースから開けていきたいと思うんですけど、今回のコラボで、ポエポエ、ポエポエっていうのが、この坂又クロエさんなんですけど、ポエポエと、あと、コンポヨね、白衣小百合さん。そう、コンポヨと違うな。ポエポエとコンポヨで、それぞれ4種類ずつぐらいイラストがあったんですけど、はい、こんな感じですね。はい、いや、めちゃめちゃいいな、これ。で、表面に1種類で、右側に1種類。そして裏側に1種類。そして左側に1種類という感じでして、合計ね、4種類分コラボイラストが出てるんですけど、いや、配信の頻度では白衣小百合さんの方が圧倒的に見てるんですけど、今回このね、ポエポエの方のイラストはね、どれにしようか決めきれなかったんだよね。そう、4種類あるイラストの中で、どのコラボ商品を買おうかっていうのを決めきれなくて、スリーブ2個と、あとイラストが全種写ってるこのカードケースをね、買うことになってしまいました。ちょっとね、近くで見てみるとこんな感じです。これが一番なんかキービジュアルっぽい見た目してますね。で、右側のイラストがこんな感じ。そう、この坂又がね、一番目の前に迫ってきてる感じで、スリーブもね、予約時点で一番売れてたのが多分このスリーブなんですよね。で、裏面はこんな感じ。これがね、個人的に一番好きな絵柄で、こちらはね、スリーブを購入しました。で、あと右側がこの海の中にいるぽいぽいのやつとね、これもね、結構好きだったんだけど、そう、スリーブとして買うのであれば、この2種類のイラストかなっていうところで、それ以外のイラストは、もうこんな感じでね、カードケースに書いてあるイラストで、もう OK だろうと。いうところでね、7、800円ぐらいで全部のコラボイラストが載っているので、かなりね、お得だなと思いました。で、一応、バイスのカードをちょっと入れてみるんですが、はい、ちょっとね、今手元にありました。クレイジーオリーのトリプルレアですね。これを入れていくと、これ一応シャドーバースエボルブってカードケースなんですけど、バイスシューバルツもね、全然余裕で入ると思います。はい、こんな感じですね。で、じゃあカードローダーはさすがに入らんのかっていうと、ちょっと試してみたいと思います。はい。いや、さすがに入らない。さすがに入りませんでした。はい。高さ的にもこんな感じ。で、こちらがね、カードローダーから外した状態で、中にこのバイスシュバルツぴったりのね、みこちのスリーブが入ってるんですけど、この状態だと、はい、ぴったり入りますね。こんな感じです。はい。で、特にね、中に仕切りとかの特典みたいなのは入ってないですね。なんですけどね、やっぱこう、全方位に坂又クロエさんがいるということでね、これはめちゃめちゃいい商品だと思います。一応上にはこんな感じでシャドーバースエボルブ×ホロライブということでね、ちゃんとロゴも入ってます。はい。ということで、ちょっとね、白衣小百合さんのスリーブを見ていきたいと思います。で、コンコヨはですね、なんで1個なのかっていうと、もうこのイラストが一番欲しいなっていうのがはっきり決まったので、これだけ買ったんですよね。中を取り出していくと、はい、こんな感じ。一応中にもね、内袋みたいなのが入ってます。はい、取り出してみると、そうなんだよな。そう、このね、背景にモニターがいっぱい映ってて、青っぽい背景ね。で、この優しい感じの表情で、これがね、自分の中ではもうぶっちぎりで一番欲しいなと思ったので、これだけね、決め打ちで買っちゃいました。ちょっとね、試しにバイス・シュバルツのカードを入れてみたいと思うんですけど、同じ、ブシロードから出ているので、問題なくね、ぴったり入るんじゃないかなと思ってます。はい、1枚取り出してみるとこんな感じで、いや、結構ね、なんかこう、しっかりしてるんだけど、高級感があっていいですよ。はい、入れてみるとこんな感じ。いや、めちゃめちゃぴったりで最高ですね。そう、公式からもね、時々こういうカードスリーブって出てるんですけど、シャドーバースエボルブのスリーブってこんな感じで、ちょっとこう、イラストチックというか、まあ、同人誌系の見た目をしててね、それがね、すごくおしゃれで助かるんですよね。はい、で、こちらもね、坂又黒さんのスリーブ、まあ、2種類買ってきたんですけど、まあ、ちょっとね、イラストとしては同じ見た目なので、今回は置いておこうと思います。はい、ということでですね、ここからはシャドーバースエボルブパック開封していきたいと思います。で、一応ね、ここに348円って書いてあるのと書いてないので、これ別々のお店で買ったものなので、まあ、ちょっとねこう出てくるカードのリアリティに多少こう偏りはあるかもしれないかなっていうところではあります。はい、で上げていきたいんですけど、まずねレアリティを簡単に見ていくとこんな感じで、ブロンズレア、シルバーレア、ゴールドレア、レジェンドかと、あとパラレルでスーパーレジェンド、アルティメットレア、スペシャルという感じですね。あとリーダーカードとトークンカードか。で、今回ね、この、坂又黒恵さんと、あとこちらね、白衣こよりさんがコラボされているのが、確かね、ブロンズレアとゴールドレアとレジェンドかな、あとスペシャルかな。で、リーダーカードも一応収録されてるんだっけ、これボックス特典だったかな、ちょっとね、パッと出てこないんですけど、まあとりあえずね、リーダーカードにサインが書いてあるやつがもう一番のレアみたいな感じらしくて、でそれ以外にもね、さっきので言うと、スペシャルっていうレアが、レア度高いらしいので、その辺を狙っていきたいと思います。セイクリッドカウンター。いや、こんな感じなんだな、シャドーバースエボルブ。結構しっかりしてますね。はい、抑圧の関門、かっこいい。はい、武力炎症。はい、新緑竜の軍師。領有激突。頂きの闘技場。これちょっと光ってますね。これがゴールドレアってやつか。30種ですね。ゴールドレアっていう割にはね、全然レアじゃないな。はい、クーガークローガール。はい、イボルト。あ、ホーリーファルコン。これちょっとテイストが違うけど、これがトークンカードっていう分類なんですね。これめちゃめちゃ分厚くてしっかりしてますね。はい、一泊目こんな感じでした。いや、まあ何かしらね、ホロライブコラボのカードが出てくれたら、まあ嬉しいなっていうところではあるので、いや、ちょっとね、レア度低くてもいいから、コンポヨカポイポイね、欲しいですね。はい、じゃあ2泊目開けていきます。よいしょ。はい、1枚目。あ、百鬼夜行だってかっこいいね。はい、ブライののぶし。はい、ドラゴンブレイダー。はい、お、なんかちょっと光り方がかっこいいな。ゴッドコロシアムマンモスだって。LG。あ、レジェンドレアってやつかな、これは。はい、レジェンドですね。結構上の方にあるので、レアっぽい見た目をしてるんですけど、まあ、23種あるということで、まあ、そんなにレアではなさそうな気がしてきましたという感じです。はい、おー。一瞬、おって思ったけど、知らないキャラクターでした。聖なる槍使い。はい、お、なんかまたあれだな。一泊に2枚も光り物入ってた。仁義の悪魔、ゆずき。はい。マジカルラットで最後、はい、フェアリーということで、最後もトークンカードでした。トークンカードは分厚いんだね。まあ、バイスもね、1パック380円ぐらいして高いんですけど、このシャドーバースエボルブも1パックね、350円とかして、まあ、そこそこ高くて、やっぱりね、カードの質とかがね、高い気がしますね。そうそうそう、まあ、ポケモンとかさ、200円とか、まあ、それ前後ぐらいじゃん。そう考えるとね、やっぱね、そこそこの質のカードが出来上がるんですかね。あ、そうそう。で、今3パック目なんですけど、こっから先はまた別店舗で買ったものなので、また別の何かレアが出てくれることを祈ります。はい、正常の司祭。バズーカゴブリンズ。はい、お、インパルス、アルケミストだって。アルケミストか。そう、アルケミストっていうね、小説好きだったんだよね。新緑竜の軍師。はい、森林の撃砕者。お、かっこいいね。カースエンチャンター。呪い系の人か。はい、バズーカゴブリンズ。はい、そして最後がフォレストバット。いや、今のところね、ホロライブ系のカード1枚も出てないですね。確かね、以前にも同じホロックスのメンバーで、ラプラスダークネスさんっていう方がいて、その、まあ、ラプドノとね、このシャドーバースエボルブがコラボした時に、単体で、そのラプラスのカード買ったんですけど、レアリティが高くなければね、全然安かったので、まあ、パッと出てくれるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、5パックなんでね、まあ、難しいかなとも思いつつ、はい、4パック目です。百鬼夜行。シーフガール、アンテロープウォーリア、はい、おまた同じやつか、これ。ゴッドコロシアムマンモス。はい、大グレン。はい、銀氷の吐息。はい、おー、なんかレアっぽいな、これ。魔術の始祖、マナリアということで、最後が、はい、天狗。何これ今さ、1パックの中に、この LG、レジェンドレアってやつと、また別の LG、レジェンドレアってやつが2枚出ることがあるんだ。まあ、別にパラレル系のカードでもなさそうですしね。すごいね、1パックに光り物が3枚も入ってんだね。LG とゴールドレアと、あ、レジェンドの LG か。はい、じゃあラスト1パックいきたいと思います。いや、ノーマルでもいいからね、そうそう、コンポヨとね、ポエポエが欲しいですね。はい、じゃあラストパックいきたいと思います。不術の門弟。コンセントレート、アンテロープウォーリド、大グレン、闘技場の司会者チャット、はい、おー、なんか可愛い子来た。日の出の女神、ミトラ、ドラゴンブレイダー、で最後がホーリーファルコンというところで、今回はですね、ちょっと5パック買ってみたんですけど、コラボカードは出ませんでした。いや、何かしらね、ノーマルでもいいから出てほしいなと思ったんですけど、なかなかそううまくはいきませんでした。なんですけど、ちょいちょいこう光り物があったり、やっぱりこうファンタジー系のイラストってね、めちゃめちゃかっこいいしね、映えるね、ゴッドコロシアムマンモスね、2枚も出ました。はい。そしてこれね、魔術の始祖マナリア。はい。ということでですね、今回はシャドーバースエボルブとホロライブの、コラボサプライとね、こちらのパック開封を行ってきましたけど、まずはね、自分の欲しかったこのサプライが買えてね、大満足というところです。そう、この坂本のイラストね、めちゃめちゃいいんだよね。はい。で、こっちのイラストもね、すごくいいです。で、コンコ用の方はですね、スリーブだけ買ったんですけど、やっぱりね、この背景の青がいい雰囲気出してて、かなりこちらも良かったですね。ということで、ちょっとね、カードショップとか行った時に単体でカード売ってたら買ってみようかなと思うんですけど、また機会があればね、こちらのパック買ってみたいと思います。ということで、この動画を見た方は、いいねやコメント、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。バイバーイ。